皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日は伊藤俊幸元会長にお越しいただきました。よろしくお願いします。今日はですね、日本のニュース新聞は見ない方がいいという話ですとか、それから日報のね問題が今盛り上がってますから、それとかオスプレイの配備とか北朝鮮の問題とかもいろいろ話しいただこうと思うのですが、その前に、最近伊藤さん、ごちょすいません、これ付箋がいっぱい、貼ったっていう私のものになってるんですけれども、リーダーシップは誰でも身につけられるという本を、星雲社さんから出されて、アルファポリス社、ごめんなさい、アルファポリス社ですね、から、出されて、私もですね、これ実は4月18日発売の夕刊フジで、ピープルという一面を使った欄で伊藤さんにご登場いただくんですけども、そのためにこの本も私もちょっともう早速読みましたけれども、軍事というよりもリーダーシップの話ということですよね。かなり反響もありました。というか、これが今私の本職ですから。実はそうなんですよね。はい、実はこれの教授ですから、はい、大学安全保障の教授じゃない、ね、本当はですね。そう、こっちを教える学会、はい、安全保障学会とかの、そっちのやってるんで喋りますけど、そのため授業のためにこの、ね、ニーズがあって、基本的に教科書として大学の、というイメージですよね。で特に潜水艦艦長時代の話とかがいろいろ盛り込まれていて、ね、私も知らなかった、勘違いしてたってことは結構あったんですよね。だから僕一言で言うと、潜水艦の艦長は命令をしませんということです、そう、それちょっとびっくりだった、だから多分軍隊の軍事組織のリーダーっていうのは、わーって言って、イエスサーってイメージだけど、実は全く違うと。でその方がリーダーシップが形作られて、どちらかというとフォロワーシップ型リーダーシップっていう、リーダーシップ論の中でも一番新しい部類に属するものを体現しているのが、実は潜水艦の、いわゆる艦長なりのやってることなんですよ。すごく目から鱗が落ちる話がたくさんあって、でなおかつ、私なんかちょっと向いてないわとか、こう、ね、僕なんか向いてないわとか、そのカリスマ性もないしなんて思ってる方も、ね、最近ほら課長とかなるの嫌がる人も多いとかって言うじゃないですか。でもともと素質が大事なのかなと思いきや、そうではなくて、文字通り誰でもこうできる方法があるということなんですよね。私自身だといい加減の防大生ですからね。防衛大学校低空飛行もいいところでしたから、そのあたりはぜひ夕刊フジ、紹介したいと思いますが、このハウトゥーを身につければ本当に誰でも科学的にこれやれるっていうのがすごくね、大発見でしたね。それが目的の、でもともとこの出版社から、まさに30代40代で初めて課長になる人とかが分かってないと今、だからそこに分かりやすく、紹介する本を書いてくださいって言われたので作った本ですから。新年度になりまして、いろいろと悩んでいたりとかする方もすごく勇気づけられる一冊ですので、初めてグループの長になる人たちはぜひ読んでいただいたら、私別にグループの長になる予定ないんですけれども、すごくね、ある意味人生指針というか、なんかやり方の方法を教えてくれるって感じがしたので、リーダーになるならないに関わらず、非常にだってみんないろんなリーダーって言うけど、リーダーは誰かのフォロワーでしょ。そうかそうか。でそれもみんなリーダーとフォロワーと両方やってるわけですよ。だからその概念を整理してないと、実はみんな困っちゃってるんで、実は両方うまいことやれば誰でもどちらもできると。だからそれがフォロワーシップ型、リーダーシップ論ということで、もうぜひ誰でもなれるんですよ、私でもなれたんだからっていうのがポイントですから。ぜひぜひね、参考にしていただきたい一冊だと思います。ということでですね、本当はずっと本の話をしていたんですけども、つまらない話で恐縮と言ってしまいますけれどもね、この話をしなきゃいけないんですかね。あんまり私非常に面倒なと思ってますけども、日報の問題また出てきてる、去年の春ぐらいもなんかそんな話してたような気がしましたけどね。別の日報ですもんね、今回。別の日報ですね。別の日報だけど、なんか日報というワードが有名な言葉になっちゃいましたね。もう流行語大賞間違いないですかね。
どうでもいいんですけどね、まあでもこの10年も前のねそのイラクの、まあ、日報、あのやっぱり世の中の人日報っていうものをなんかよく分かってないんじゃないかなって私そうですね、すごい驚々しいすごいなと思ってるもんね、これは日々レポートなんです、日々報告だから、うん、現場の舞台から毎日こう日誌ですよね要は、うんうん、それをだから東京にいる市外の人にこう、はい、市外のボスたちに報告してるんだけど、うん、やってるの全部担当者だけなんですよ、うんうん、上の人はその1日毎日の中にあって知らないんですよ、でだから例えば1週間まとめて報告されるとかね、はい、っていうものが日報なんですね、あれ南スーダンの時もそうだったんですけど、はいはい、あれって中央即応集団の司令官が命じて日報で出してたので、はい、その中央即応集団司令官だけが見れば、まあ、本当はいいものだったんですよね、だからその日報って別にみんなが見るような類のものじゃなくて、うんね、ある一人の肉爆、まあね、倒幕なんて、はい、そう見てるわけじゃないです、本当は、まあ、たまたまそこから、まあ、じゃあ見るかみたいな感じで、まあまあ、見てたけど、その担当者レベルが見てるだけなんです、そうですよね、はい、でそれを本来であれば、まあ、消去してよかったものなんたわけですよね、うん、下手で陸幕長とか東幕長なんかあの問題になるまで日報なんてあったもんってと思いますよ、だから、うん、まあ、ちょっとね国会で議論になってたから見てたか、あの、うん、認知はしてたかもしれないですけど、見る必要のないものなの で、うん、で見てない可能性もありますよね、うん、だからそれぐらいのもの、そうですそうです、だからこれって2つキーワードがあって、はい、1つは、ね、あの日々レポートだけど、はい、舞台のことを書いてくるから、はい、当然そのいろんなことが書いてあるわけですよ、うん、弾の数とかね、うん、それと本来秘密なんですよ、はい、だから本来は火という扱いをして、海上自衛隊だったら間違える火という扱いにして、どこの部分が火ですっていうのを書いて上がるんだけど、これさあの当時からPKO の問題になるまでは全部平文書だったんですよ、そこにいわゆる僕らでいうところ火が堂々と書いてあったんで、はいはい、だからその情報公開というと、うん、それが分かっている人たちがビビったわけですよ、で、まあ、消さなくちゃ、消さなくちゃなんとかとかで、じゃあなし、なき者にしようって言ったのが、まあ、トリガーだったんですけど、だけど、まあ、まあそれはあの秘密の取り扱いの問題と、でもう一個は、はい、そもそも今言ったように日々でしょ、たまったら大変なことになりますよね、だから1年未満破棄という文書の書類の一部なんですよ、はいはい、で1年未満破棄っていうのは実はあの登録されてないんですよ、うん、正式に、これは文書管理、行政文書管理規則という中で、はい、そういう扱いをしていよいよになってるから、はい、だから本来探せと言われても1年未満で捨てなければならない文書、捨てるべきものですかね、そうです、だからイラクの時の日報が今出てくることのがおかしいんですよ、本来はね、そうです、さはさりながら、うん、担当者がサボったでしょって話なんだよ、担当者が処分をしてなかったでしょということで、それはここに積み上がっていれば捨てますけど、ちょっと見えないところにね、そのデータとして入ってたものは見過ごしてしまったりとかすることだってあるでしょ、あれだけの数十万、本当にならばその公式でしょ、だから先生方から問われるというのは、その公式なやり取りをしてるわけだから、はいはい、要するに非公式文書なんですよ、本来は捨ててなくなってるはずのものがあったと言ったとしても、これ幽霊文書なんですよ、本来は、ね、はい、幽霊文書を、いや殿実はありましたっていうのって他の組織でありえないでしょ、でしょ、だからそこの議論がむちゃくちゃになってるんだと思う、でそれをありましたって言うまでに時間がかかったことをして隠蔽だって言われちゃうっていうね、うん、この悲劇たるやね、そうですそうです、だからそのあの PKO の問題になってからやっと日報は10年保管という位置づけになったから、そう、あの無駄ですけどね、だから結局何やってるかというと、担当者はもう来たら1111、行政文書ファイルという管理ファイルというのにファイルに登録してものすごい労力かかるわけですよ、しかもねそればっかり毎日やるわけですよ、人じゃない、うん、ね、そう、文書係じゃないからみんなですよね、そう、他の業務の中で、だからこの結局、大昔はワープロとかが出る前は、文書の上昇する清書をする人たちっていうのは、うん、書務班という別の組織があって、この人たちが完全に文書管理してたんですよ、はい、で僕らは手書きで書いて決裁もらったものが行くでしょ、でところがだから基本的に決裁もらったものしか行かないんだけど、今決裁もらわなくても例えば公務員が書く文書は全部行政文書というふうに位置づけられちゃったんですよ、あの10年前の法律で、
まあ、その原因作ったのは実は海上自衛隊だったんですけどね。まあ、紅白実施の、ね、指令出しちゃったというのが始まりで、だからよく知ってるんです僕。なるほど。だからものすごく知ってるんだけど、今議論してた人たちはそのこと知らないんですよ。知らないからおあつらの議論されてるんだけど、あれはだから今や何でも行政文書なんですよ、公務員が触ったら。だからそれはメールもそうですよ。で皆さんが例えば今度飲み会いつやりましょうねってある公務員のほうに公務員のこのパソコンに打つじゃないですか、だその子が了解しましたって書いたらこれも行政文書だから今、今やそうなってるんですよ。いや私もですね、講演講話とかね、はい、させてもらってるので自衛隊の中でメールのやり取りなんてもう数借りなく今までやってますけど、あれが全部行政文書なんですよ。結構ね、世の中の人ね、こう防衛省の自衛官がやってることとなんか財務省の、ね、方がこう作ってるものとなんか同じようにイメージされてるかもしれないんですけども、いや結構全然違ってちょっとこの文章これ日本語としてちょっとまずくないみたいな、かなりそこでこうご指導させていただきたいようなものもたくさんありますから ね、でもそれも行政文書なんですよ。でもこれ書き換えたら書き換えみたいなね、そうそう言われて、実はね僕はね多分ね、財務省も同じだと思いますよ、だから要するに担当者レベルがキャッチボールしてるものは、メールでやるでしょ、でメールにプラスでそれだけじゃあれだからワードで作った文章にしてそれを例えば打ち合うじゃないですか、とこれは完全に行政文書の扱いです、だけどこれっていちいち登録しないんですよ、要するに1年未満破棄という位置づけにして、そうじゃないとものすごい膨大な量になったから作業が、で結果大体みんな課のこう2つのパイプファイルに挟んで、みんな自分の担当者のロッカーに入ってるだけなんですよ。でもそうすると本来はこの担当者はあこれもう4月分はもう今や1年経って4月だからってこれ全部抜いて破棄せんといかんですよ、でも意外なぐらいそんな労力がかけられないんで残ってるんですよ。でもそれをあるかないかと問われたら幽霊文書だからありませんと言うんですよ。だから今回も経緯が書いてあるのが完全なだからメモなんです本来は財務省だって、だからそれが出てきたからうんぬんって言っても問われたら幽霊文書だから本来破棄されてるものだから、だからありませんと。じゃあそれについて問われたから、じゃあ分かりやすいように多分書き直して政治に出したんですよ、それが書き換えとかになってるけど、改ざんとかね。だから僕のイメージは実際にやってるその担当者レベルでやってることは誰も声を上げて喋らないから、上の人か元いた人がその行政文書管理になってからのことを知らない人たちが喋ってるから、だからすごい違う議論になってると思うんですよ。僕だって当時課長だったから、当時課長でここまで知ってる課長いなかったから、僕も、その他の課長レベルそんなことやらなきゃいけなくなったなとかっていう会話の中で、バカお前ちゃんとやらないと大変なことだぞと。でしかもねちょっと誤字があったりとかね、でもそれぐらいにあらゆるものが行政文書で位置づけられちゃったから、じゃあいちいちその文書に登録するかなんてやるともう死んじゃうんですよ。だからそれが1年未満破棄のファイルに、ファイルというかにこうまとめて閉じとくという位置づけが、これが1年未満破棄なんですよ。で意味が違うの全然、法律上、だからそれを作業させられる担当者は、これはだから登録しなくて済むからってみんなこれパパパパ入れて、でもじゃあだからといって真面目に1年で破棄してるかというとやってるとこもあるし、そうじゃないとこもあって、だから残っちゃってたのがバレただけなんですよ。だって自衛隊なんて本当に規模の大きい組織ですから、特に陸上自衛隊みたいなあちこちにあって、まあまあ見る必要はなくても情報共有だって言ってデータかなんかで共有するというね、システムに入ってたとなると、それってまあ本当にもう世の中から抹消するっていうのは難しいですよね。でもだから本当それをやらないか、僕はそれをうるさく言ったと思う、課長でありながら、でもそんなこと言う課長はあなただけですよって言われたぐらいだったんだよ。そうなんですか、実際そういうレベルってそういう感じなんだ、日頃の仕事やってて課長がそんな細かいことまで口出すのはって言われるぐらい。確かに、まあ、私がその部下だったら、うっせえなと思うでしょ、くさいもういいじゃんって言ったら、他にやることいっぱいあるんだよって、やっぱりそれぐらいの世界なんですよ。だからそこに、問われて、で幽霊文書だから、だって1年未満の破棄のものがなんで
今あるでしょって言われて、それは公式にはありませんって言うに決まってるじゃん。当たり前ですよね、うん、幽霊だから。これあっちある方がおかしくて、それは担当者が破棄し忘れたってことだから、そっちの方が問題でしょ。そうなんですよね。でも今回の問題はそれが今更のようにありましたって言われてもらっちゃった子たちは、上はどうせというのやってて、でもこのお前だったら破棄しても破棄せよって言えないしって言って、ここは多分ね部下統率上考えたらと思う。でもお前俺に持ってくるなっていうね、あの嫌な上司だったら多分平気で言うんですよ。あ、言いますね、うん、そんなもんお前俺は見なかったこと、ね、見なかったことにすると、ね、うん、だからお前らがないものを持ってくるなって言って、はい、これ嫌な上司でやるんだけど、陸上自衛隊生地部下と共にねあるっていうから、はいはいはい、持ってきたからには分かった俺が何とかしてやるって言って、この人ずっと悩んでっていう、僕はそういう幹部だと思うよ。だから逆に統率を考えるがゆえに上司が持っちゃってどうしようってこうだったと。だから冷たい上司だったらもうないものでしょこれは、なんでお前は俺に持ってくるんだって言って、したら下が自分で指令出するんですよ。だから私はそっちだと思う。すごいよくわかりますね、その光景がね。目に浮かぶ。目に浮かびますね。持ってきちゃったのって、ないはずでしょ、1年前なんだ、うんうん、あの1年未満だからって言って、ひょっ、持ってまいりましたって言って、パカッと。あのよくね、自分たちの活動消されたらね、なんかあの悲しいみたいなこと言う、あの見解を聞くんですが、まあ、それはあのまたそのきちっとした記録としては、うん、それはだから一方で別に、あの主要事項のレポートというものを書くんですよ。だそれぞれ残るんだから、はい、本来研究本部なんてそれをやる組織なんですよ、ね、だから日報の中から集めて何が教訓だったという、はい、これをきちっとして残す、これが彼らの仕事なんですよ。だからその原本、はい、日報のねとっくに破棄してなきゃいけないものがある方がおかしいんだから、そういうことなんですよ、うん、だからまあ議論がぐちゃぐちゃになってますよね。まあごく簡単なことだと思うんですけども、まあね、やっぱりこれだけ大きな騒ぎになっているところがまだまだなんかこう理解がね得られないな、自衛隊に対してはって思っちゃいますね。でまああのもう一つ、はい、オスプレイが横田基地に来たっていうのもこれもなんか騒がれてるんですけれども、はいはい、これはあの前倒しっていう言葉ね使われてますけども、はい、そもそも本当はもう配備されてる、2017年に3機だけ来てなきゃいけなかったんですよ、うん、それが遅れたっていう。そうですそうです。それが今回やるって言ったわけでしょ。あ、じゃあ遅れた。2021年の20機入れるっていうものが、はい、ね、で17年までに3機を先に入れますっていうやり取りだったんでね、はいはいはい、それぐらいの分が2017年の分が来るって話でしょ、はい。だからそのまあその遅れたっていうのはじゃあ何でだったんですかね。あのもともとこれだから皆さんイメージで海兵隊のものと、ああ、あれは、まずそこですよね、MV22 っていうのと、はい、今回のこれ CV22 なんですよ、はい、そうですよね、はい、だから、はい、要するに空軍が持つものと海兵隊が持つで、オスプレイって種類が違うんですよ、はい、実は、はい、でもともとカデナじゃなくて海兵隊の普天間に置いてあったのは MV ですよ、はい、で、カデナだとか横田という空軍基地に置きたいのが CV22 で、これはねこっちのがね、海兵隊よりも高度なテクニックが必要な、まあ、かなり皆さんイメージ逆なんですよ。だから特殊部隊用だから、あれ要するに海兵隊って特殊部隊じゃないんですよ、やってることなんか特殊部隊に見えるけど、彼らはあれは正規部隊の、作戦をやるんであって、はい、それとは別に特殊部隊といういわゆる、まあ、ゲリラ作戦やったり、そういう個別に動くような人たちっていうのように特別に改造されてる、輸送機である V22 で、これって分かりやすく言うと、トマホークってあるでしょ、はい、地上をこうやって、あれの装置持ってるんですよ、だから低空ギリギリで地形を読みながら自動でこうやってコントロールできる機能を持ってるのが CV なんですよ、で MV はそれないのね。でだからこのやってる訓練とかオペレーションが全部ね超低空で飛ぶんですよ、だから事故が起きて、大きな3回ぐらい大きな事故を最終的に2012年に3回ぐらい起こしてるわけですよ、だからイメージとして危ないと言われるのはこの CV22 の方なんですよ、まあ、やってることがね山岳地帯で相当低く飛んだりとか、ね、そうですね、そういう訓練もやってるわけだから、だから普通に飛んだら全然落ちるもんじゃないし、そもそも日本から出てくときにそんなことはやらないんですよ、そこに別に日本の山岳使ってね訓練やるつもりはないし彼らは、まあ
なんかそれもね、まあ、その危ない危ないっていう人たちはね、まあ、言わないとねいけない立場にあるっていうのもあるんでね、まあ、そうあとは一般の人たちがちょっとイメージとして ね、なんか一緒くたになって、はい、とにかくあれ落ちる落ちるなんて、だイメージの悪い海兵隊の持ってるものだというイメージでしょ、ねね、でそれがなんか落ちるらしいっていう、うん、もうだから悪いイメージだけが全部ガチャっていって、ね、とんでもないとこういう感じですよね。あ、まあ、ネガティブキャンペーンも、はい、これで抑止力として本当は大事なんですけどね。うん、だから日本にの彼らもそうだけど、ね、グアムとかから韓半、はいね、関東あの、うん、韓国に置いてあるとかハワイ、この一連の特殊部隊を運用するのはこの飛行機なんですよ。でこれをだからあの横田に置いて運用を早くしたいと、うん、でこういうのを見せるだけでもそれはそう簡単にね手出せないでしょっていう形を作る、うん、で多分今度の米韓演習で、はい、実際にあそこの上で使いたいなと思います、韓国で、まあ、つまりその特殊部隊の、まあ、運用を、まあ、スムーズにするためにまあ、訓練するためにもそのまあ遅れてはいたものの、いろんなインシデントがあって遅れてはいたものの、まあ、それをちょっと、まあ、これ以上遅れさせないで、うん、もうそろそろやろうよっていう、まあ、だからちょっと前倒しっていうとなんかいかにもこれから何か起こるのかななんて、本来の予定が遅れてた分が、はい、今回、うん、導入されたと、うん、充当されたってことですよ。まあ、それだけ、まあ、そうした特殊部隊の、まあ、有効性っていうのがやっぱりあるっていうことですね。まあ、いろんなところにねいますしね。でアメリカの今の新しい戦い方、ね、はい、そちらを重視してきたわけですよ、うん、まさに中東の作戦も含めてね、でそうなるとね、まあ、一部では北朝鮮情勢をね、まあ、見込んでかとかってまあ言われがちなんですけど、うん、まあ、そういえばあの前回ご出演いただいた時はまだねあのマクマスター補佐官だったんで、うん、もう今回、ね、ボルトンさんに代わって、うん、これがまた強硬派で危ないんじゃないかなって、まあ、話がまた結構盛り上がってるんですけど、そのあたりどういうふうにご覧になってますか。だからですね、ワールドニュースっていうか、はい、そういうのを見てるとどこにもノースコリアンが出てこない、聞いてませんからね。ああ、未だに、はい、うーん、ボルトンがノースコリアをなんてないんですよ。ということは日本はそのわざわざ北朝鮮についてこう発言したところを探してずっと来るんですよ。だからなんかニュアンスが違うんですよ、まあ、ここがねやっぱり日本のニュースだけを見ていてはいけないという、うん、もっと態度だと思うんですよ、ロシアに対する、うん、あ、うん、だからあの多分イメージ違って、あのロシアに強硬に出る夫人を引いてるように見えますよね、うん、ある意味今回のいろいろ。なるほど。まあ、だからまあ元々はねあのクリントンがなんとか反対でロシアを利用して大統領になったかもしれないけど、うん、ここへ来てやっぱりその第二の冷戦ですからね、実際ヨーロッパは、うん、でも徴兵制復活してね、どうロシアと戦うかという構えをヨーロッパとか北欧が取ってる中で、うんうん、多分そちらの概念なんですよ、はいはい、でシリア情勢も、IS は全部やっつけちゃったけど、うん、で引くと今度だから、うん、政府側のねアサド政権を支援するロシアと、はい、イランを支援する、はいはい、に利することになっちゃうから、じゃあそこどうするかという議論も出てくるし、だからもっとグリグリ状態なんですね。だから四つどもえっていう中にどう正しくアメリカとしての好景気を追求した安全保障ができるかという、そのための要因に変えたんだと思いますよ。だからティラソンさんでもよかったんだけど、ティラソンさんはそこをあからさまに言ったから、うん、まあまあそこは、逆にそこはあからさまに言わないで、強硬路線をつく人に変えたというだけであって、うん、発言は結構だから同じようにロシア非難してるわけですよ、うん、ティラソンさんも、うんうん、だけど今度のじゃあ、IS ね、人がどうかって言われたらやはりロシア 対ロシア強硬に今なってるわけですよ、うん、実際は、うんうん、だからどちらかというとね、もっとそっちの視点でアメリカの安全保障政策が成り立っているというふうに見た方が分かりやすいと思いますよ。体もう一個は対中ですよね。なるほど。だから対中強硬という意味でもこのメンバーは強いわけですよ。その、まあ、ティラソンさんとかマクマスターさんとかっていうのはすごく、まあ、評価が低かったというわけではない。なんかより、まあ、言うこと聞かなかったからやっぱりそこはちょっと、うん、だからあの二人はそう、あの二人はだから自分の言うこと聞く人に変えたっていう部分が大きいんだと思いますよ、うん、でかつでもだからといって政策はどうかといったら実際は一緒なんですよ。ケミストリーの問題、うん、だから
そっちにのような気がしますよね。まあ、やっぱりトランプさんもビジネスマンだからなんとなくそういうなんか好みというか合う合わないみたいなところで、トップマネジメントってみんなそうなんですよ。だ日本だけじゃないんですよ、うんうん、あの僕がよく言うんですけど、これ世界中大体ね、人事っていうのは40代後半までですよ、はい、実力で上がっていくのは、はあ、そこから上は上の引きですから、うん、これどこの社会も、はあ、日本の会社も、はい、日本の役所も、世界の企業も全部そうですよ。で世界企業のよっぽど、うん、CEO に好かれるか気に入るか気に入らないかでピッて、うん、簡単にピッて切りますからね。でちなみにご承知の通り取締役以上になるとあれ毎年1年契約ですからね、うん、だからそれまで1年そうですよ。一流企業の人たちもみんなだから取締役になって何がショックかというと、うん、1年契約ずつするんですよ、うん、だからいつでも切られて、うん、いつでも切られるんですよ、うん、でもそれを上は強いてるんですよ、うん、それが会社法律の法律ってそういうことだから、うん、だからステークホルダーたる株主がいて、うん、そこに経営者は経営を委託されてこの部下だから、うん、ここの経営層に入る人たちはみんないつでも首切られる前提なんですよ、はあ、だからもう好き好かれるっていうのがもう当たり前なんですよね、うん、でちゃんとアウトプットを出す出さない、うん、これまさにビジネスマネジメント、そういう世界ですから。意外になんか我々日本人的な感覚でトランプ人事って見てるとなんかすごく異様なことに見えるんですけども、意外に普段アメリカにおいては、まあ、そんなに、うん、まあ、確かにすごいけど今の日本の企業だと同じなんですよ。日本人ほどになんかその情緒的なんていうのかな、ちょっと違うのかもしれないですね、感覚としてはドライというか、うん、でもなんか見てると、ね、今回の例えば、ね、米朝トップ同士がいきなり会うっていうのも、はい、まあ、外交の常識から言ったらありえないんですね、ボトムアップで詰めて最後トップがサインして、で決まったら二度と国と国の関係動かないになるでしょ、ところが今やそうじゃないわけですよ。だって慰安婦問題だってね、韓国だって平気ひっくり返すし、だから要するにトップ同士がやって、だからM&A のトップダウン式のマネージャーですよ、だから情報あるでしょ、ボトムダウンで、でも大体 M&A やる人たちっていうのは世界の頂上上行く人ってみんなトップが自ら行って、それで決めて、でバーンと買収して、はい、M&A やっちゃうわけですよ、でもところが実際はそうやって決めたけど、どうもよく聞いたら違うじゃないかと、平気で2日3日後にやめたって言っちゃうでしょ、あの感覚なんですよ、多分あれを外交でやろうとしてる感じだから、だから今やもうトップマネージメントをする習近平、はい、トランプ、習近平、ね、プーチンという国のが形がもうそうなりつつあるってことですよね。はあ、今までの外交の常識で下で担当者が詰めてというのともだいぶ違ってきちゃってるんですよ。はあ、だそこをいつまでたっても日本人的なものを言ってたって、はあ、実はもう国際社会のルールが変わってきてるというふうに見た方がいいかもしれないですよ。そうなると本当に、まあ、安倍外交っていうだから本当はだから安倍さんがやってきたのもそれにこうしてたわけですよ、だけどこれをもし通常の普通の総理大臣のようにボトムアップでちんたらちんたらやってたら、もうどん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 このスピード感に遅れるってことですよ。もう世界の今意思決定のスピードってものすごく速いんですよ。でこれ一つは今みたいな政治もそうだし、ご承知の通り AI だとか IoT とかね、その世界自体がそうじゃないと、もうそのタイミング外したら会社が潰れちゃうからね、簡単にぐらい意思決定のスピードで全てが回ってるんですよ。だから外交すらもそうなろうとしてる中に日本だけですよね、ずっとこう、まあ、この間その輸入制限のね時もトランプさん結構辛辣なことを言ってましたからね、安倍さんに対しても、こんなこと言っちゃうのってちょっとびっくりさせられるとこもありましたから、まあ、だからあれは日米の FTA に引きずり込みたいからでしょ、うん、二国間のね、あの枠組みを早く作りたいからです、はいはい、だから今回もだからこうやって作ってる、うん、米韓だっけ、あれだって、はい、いや中身によって変えるぞって言って脅かすでしょ、うん、だからもうそういう世界なんですよ。でも完全にビジネスのやり取りですよね、はい、そういうちょっとテレンテクダのね、はい、世界についていかなくてはいけないので、はい、もうそろそろ森友とか日報はね、そうですね、もうやめていただきたいなと、はい、本当に思う。あと世界のワールドニュースを見て考えます。ワールドニュースを見ましょ う、はい、そしてこの番組もぜひ見てください。次回もまたよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。